株式会社キャンドゥは東京都新宿区に本社を置き100円ショップチェーンを運営する日本の企業である。コーポレートメッセージは毎日に発見を。1位のダイソー、2位のセリアに次ぐ業界第3位である。100円ショップキャンドゥを運営し日本全国で店舗を展開するほか海外進出もしている。店舗数は1123店舗。現行のキャンドロゴは 2012年より使用している。直営店の他に、フランチャイズ店舗もある。1999年4月、日本ショッピングセンター協会に加盟。テナント企業で構成される、第二種生会員として所属する。2013年をもって一部店舗での300円500円商品販売を。 終了したが、2020年7月より改めて200円、300円、400円、500円商品の取扱いを開始した。企業別労働組合として、キャンデ d ユニオンがあり、全国生命化学食品流通サービス、一般労働組合同盟を上部団体とする、専門店ユニオン連合会に加盟する。2018年より、d c m 4マックと FC 契約を締結しており、 DCM グループのホームセンター内に出展していることがある。2020年より DCM グループなどの契約を結んだ大手 FC 加盟店の出展を強化している。創業者の木戸博が1993年12月3日に埼玉県戸田市で会社設立。資本金1000万円。1997年1号店となる。 わらび東口店を京浜東北線わらび駅東口に開店。わらび東口店は現存しないが、わらび市内の店舗として、イオンタウンわらび店がある。2000年6月、東京都板橋区板橋3丁目9番7号へ本社を移転、業用拡大に対応した。2007年4月27日、関西を中心に100円ショップ、クリスタルショップを展開する。 株式会社クリスタルショップの全株式を株式会社クリスタルから取得し子会社化。同時に株式会社クリスタルショップは株式会社ルプリュに称号を変更した。旧クリスタルの店舗はルプリュの店名で営業していたが、後にキャンドゥに統一された。キャンドゥ発行の株主優待券はルプリュ店舗でも使用できた。翌2008年11月30日。 株式会社ルプリュからルプリュのうち30店舗を事業譲り受けされ、同年12月1日には子会社の株式会社ルプリュが解散した。2009年12月5日には株式会社タヤ製作所から100円ショップ、オレンジの関西地区の14店舗を事業譲り受けした。首都圏発祥の100円ショップであるキャンドゥは、これらの企業、店舗買収により、 関西地区の店舗網を増やしていった。2011年2月20日、創業者の木戸博代表取締役社長が東京都港区の自宅マンションで死亡していたのが発見された。実質のベッドの上で死亡していたのを親族が発見した。警視庁によれば、外傷等はなく死後2週間ほど経過しており、死因は病死とされた。これを受け、 翌2月21日には株価が急落。キャンドゥでは、同日、木戸博氏の子息で、経営企画室室長の木戸和也と、販売本部本部長の北川清水を代表取締役に選任。2月25日付で、木戸和也が代表取締役社長に就任した。和也は、社長就任当時は25歳であった。翌2012年には新社長の下で、 4月2日に本社を板橋区板橋から新宿区北新宿の新宿フロントタワーへ移転。同年12月にはロゴをキャンドゥに変更。翌2013年2月には新ブランド仕様の店舗1号店として新しいユリ QO パテンをリニューアルオープンするなど刷新を進めた。マスコットキャラクターは犬のハッケンワンドゥ。ハッケンワンドゥと読み。 同社のキャッチフレーズ、毎日に発見を、から犬と発見をかけている。どこからともなくやってきた。シャーロック・ホームズに憧れており、いつもお気に入りの探偵の帽子とスカーフを身につけ、持ち歩いている虫眼鏡で新しいものを発見する、という設定。YouTube のキャン n d 公式アカウントで、2013年9月から、発見ワンズのアニメ動画が公開されている。 以下のようなプロフィールが設定されている。ありがとうございます。